昼からホテル、ねえ、いいじゃない。いいね。うまい。うまいね。取れ高いいですね。そう。歩くといいですね。さあ始まりました中島家チャンネルでございます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。健康診断が終わりました。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう定期検診、皆さん行きましょうね。うん、そうですよ。大事ですからね。市町によってはまちまちなんでしょうけど、エコーの検査がタダになりますから、はい。今回我々はそれに合わせて人間ドック中か。ちょっと追加してね。はい、追加して。はい、いろいろやりましたけども、うんうん、もう終わったらよくお食事楽しんでくださいとかね。あれ何なの？あのシステム。お土産というか。はい。頑張ったねみたいなご褒美がつくんよね。くれるんですよ。そうで今回行ったところでは、うん、はい、いくつかこう、はい、お食事どころとか、なんかスイーツのお持ち帰りとかあったりとかして、はい、ちょっとあって、はい、うん、中でもね、ANA クラウンプラザホテルちょいと行くことないなと思ってね。ない、びっくりしたもん。そう、それでじゃあということで急遽回させてもらっておりますまず私ついに血糖値引っかかりました。ついに、いやーもうどうしたらいいんですかっつったら、甘いものを控えてください。これ血糖値が高いっていうことは糖尿の毛があるってこと？そういうことですよ。甘いものを控えたからといってうまくいかないんだと思いますよ。あ、で血糖値をコントロールできないと。そう、パン、ご飯、麺類、チョイスタイム、あ、ごめんなさい、パン、ご飯、麺類、チョイスタイム、レッツエンジョイアイドルタイム、スタート。もう謎よね。メイクが小さい時に歌ってたやつ、私たちがずっと歌い続けてる。メイクはあれから一度も歌ってないもん、ね。そう、卒業しまくってますから。甘いものをやめたからといって、血糖値をコントロールできないと。あ、まあもちろん甘いものに加えて、パン、ご飯、麺類、チョイスタイム、Let's enjoy idle time, start. しょうもな。え、でもじゃあ糖質か。そうそうそう。それを制限してくださいって言われて、ついに引っかかったのよ。次に、体脂肪。体脂肪。はい。はい、まあ、それこそ、腹囲とか。腹囲。はい。これがもう本当に悪いということになっております。良くないよと。はい。もうメタボってやつですか？メタボというやつです。それとついに悪玉コレステロールの数値が A 判定に戻りました。ありがとうございます。もう本当に悪玉善玉もうどっちもバッチリでございますと。すごいね。はい、これ何かというと、うん、一生飲まないといけない薬を飲み始めたからです。聞いとるねさあ、そして井上さんはどうですか？私は、うん、若干コレステロール値が高かったんですけど。あ、やばいね。いや、でも全然もう本当に。ただやっぱり YouTube ってそういうのが回るんだよね。どういうこと？パン、ご飯、麺類、チョイスタイム。1個を2人でいつもシェアしてたのを、やっぱりこれはいろんな種類紹介しなきゃとか。でもさ、普通考えてさ、私たちに足りてないのは多分運動です。うわ、来た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 、来ました来ました、ドーン。昼からホテル、ねえ、いいじゃない。はい、はい、表見てきたら2000円。ありがたい。で、選べないっつってたね。あ、このランチ、うんうん、そうだね、シェフのおすすめっていう形でなるらしいんですけど、はいはい、うんうん、それじゃあ嬉しいね。ちょっとまずはサラダ、ベジファースト。ベジファーストでございます。やっぱりね、健康意識が高まってる。いや、今日ぐらいはね。え、ずっとやってよ。いや、なかなかベジファースト難しい。俺ベジアフターだよね。まあだから熱々が出てきたら、うん、なんだこれそりゃ掃除機もかけるわ。うん、熱々が出てきたらもう全然食べないもんね、うん、野菜。
ベジファースト大事でございますよ、はい、うん、ホテルは非日常だね、うん、うーん、ものすごいテンション上がった。駐車場からあのエスカレーターのエレベーターか、うん、全然音が出た、うん、ものすごい、うん、地下の駐車場から、うん、視力の検査をね、あー視力検査やった、うん、私目悪いけさ、うん、いつもすごい悩むよ、うん、それは左下とか言ってなるんよ。なるね。だけど、うん、私の次に検査した私よりもちょっとまあお姉様な感じの人が、ああ下右上とかでものすごいパン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 って言って、あ、こんな感じなんじゃ皆さんと思って、自分の目の悪さをすごい痛感したというか。俺もね、うん、あ、見える、見えた、ついに下の方見えた、1.5 だったんですよ、うんうんうん、私ついにその画像が崩れました。なんぼ1.5 1.2 になっちゃった。もうこれかなりの自信があって、当てる自信が、左上下と来たから次右だろうみたいな、それで当たってたんだけど、今回はついに外した。もう 1.2 ちゃんと普通にやったってこと。うん、はあ、ありがとうございます。すいません、あらまー、ありがとうございます。うわ、最高だね。それでは、はい、あれほどやめろと言われたパン麺類一気にいただきます。大丈夫すごい、うーん、うまい、うまい、うん、うん、どうそっちは。おいしい、細めのこのスパゲッティ、うん、そうだね、すごい辛くて、あ、うん、うん、うまい、うん、でも目はちょっとショックだったな、目だけは良かった、うん、そんなことないよ、目以外にもいいとこいっぱいあるよ。でもそう考えたら冗談なんだけど健康でいるためには、うん、運動、あ、素晴らしい、歩いて帰ろうかなこっから家まで運動になるで、うん、ベイビーだよなと。もう俺がちょっとあれなんかな、おお、わ、そら嬉しいわ。どうしよう、うん、ケーキ頼む、なんで取れ高いらない、それがダメなんよ、全くカロリーのない、そんなケーキどこにあるあそこに入ってるケーキはダメよ。いただきます。あ、落ち着きますね、うん、いいね、ああ、いい。じゃあ今回の健康診断の振り返りは、うん、こんなもん、うん、こんなもんですね、うん、ちょっと本当取れ高心配なので、はい、あのウォーキングスレーを挟みます。挟む、はい、あの今までは、うん、取れ高不安だったらちょっと追加で食べたりとかね、そうそうしてたんですけど、これからはもう取れ高が不安になった時は歩きます。歩く絵を入れるということで斬新、はい、でもすごい引かないとさ、あれかも、1倍歩いてるか、1倍にはしとるよ、こっち見て、はい、どうする、ほんまにどこ歩く、え、ほんまにどこ歩く、あら、何か来てる、こんにちは。こんにちは。すごい、おむすび屋台との遭遇。取れ高いいですね。そう歩くといいですね。
うわすごい。あー、ガタガタしちゃって。あ、とんでもないです、とんでもないです、すいません。おにぎり屋さん。あ、今プレオープン。え、電子レンジもあるし、これ乗せて全部ずっとこんな、わあすごい。名前はなんていうんですか。ここでしょう。ザッツライスって。ザッツライス、ザッツライトみたいな感じで。外国人受けてる。ああ、そうか。ザッツライス。さすが。ほんまだわ。明太マヨだし巻きあるんですね。これ。中ちゃん。ん？一個。ダメです。ダメです。それは。いやいや、こちらこそです。すいません。お忙しいところ。ザッツライス、ダメなの？今までは良かった。明太マヨをだし巻き食べたかった。そういうのやってるから、どん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 。家帰って夜食べればいいじゃん。今一口食べといて。お金持ってないの？嘘だ、持ってるよ。飛んでごらん。ほら、チャリンチャリン言ってるやんけ。言ってないよ。ほんと？Oh, no.